あ、こっち来た。よっしゃ、やった。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで、昨日弾がなくなってね、逃げ帰ってきましたけども、その後弾をちゃんとあそこでね、弾作りまして、今、スナイパーの弾は15発あります。はい。15発あったらさ、いけるべ。いけるべ、15発あったらね、多分いけると思いますね。うん。まあ、まだ何人ぐらいだろう、5、6人いるかな。待って、11発持ってて何発か外してるから、多分ね、10人も倒してないんですよね、まだね。で、なんだかんだで20人ぐらいいるんで、あそこ。下手したらまだ10人ぐらい残ってるかもしれないね。うん。まだね。ということで、まあ、また山の上とかから、ビシバシ撃っていきましょうか。ちまちまね、一人ずつね。うん。一人ずつ倒していこう。まあ、ある程度倒しちゃえば、また、前みたいにね、中に詰めてってもいいんですけどね。ピストルで至近距離から撃つっていうのも、まあまあありなんですけど。あれ、いないか。あ、いないね。なんかこっち側に誰もいないな。あ、いるいるいる。いるわ。また上から撃つか。上上がってっちゃうかな。うん。裏山から狙いましょうか、また。もう給水塔のやつも倒しちゃったので、あとは、うろうろしてるのはしてるね、みんなね。皆さん、うろうろはしてらっしゃいますな。あそこにね、来てくれればめっちゃ見えるんだけどね。ここチャンスじゃない？これ。外したわ。外しちゃったわ。どうしたかな？一人倒したかな。そこにいるけど、来たね。止まるかな、あいつ。結構来るまで、結構来るね、手前まで。止まった。あ、ちょ、動くの早いわ。もうちょっとじっとしてるよ、お前。もうちょっとじっとしててもらえないと狙えないやん。その辺でも止まる。あ、止まるね。いいね。OK。とりあえず2人ね。とりあえず2人。まだ、あ、いるいるいる。あ、こいつ警戒してるね。警戒してるね。1バレはしてない。とりあえず。あ、家から出てきた。こいつもだいぶ警戒してるな。止まるか。OK。3人目。あそこにいるな。あ、気づかれたか。あのムーブは気づかれた時のやつか。車の裏に今隠れましたね、やつね。あれ、でも撃ってこないか。OK。 あ、一人走ってきたね。一人走ってきたぞ。 OK。 OK。 まだいるのかな。まだいるかな。あ、まだいるね。もう一人いるね。いたいたいた。
お前全然へっちゃらだな。平然と歩いてるな、お前。お前平然と歩いてるな。あ、行っちゃったわ。仲間が死んでるのに、平然としてやがる。なんてやつだ。なんてやつだ、お前は。仲間あんなに死んでんのにね、バッタバッタ死んでんのに、平気な顔しますね。何死んだのぐらいの感じでね死んだんですか、あ、そうみたいな感じでねもうあいつだけかな、全く警戒してなかったですね、やつはね。普通に銃下げて歩いてましたね。一周回ってくる感じかな。一周回ってくるんならこっちから出てくるかな。そうとも限らんか。どうなんでしょうね。どこ行ったんでしょうね。あの人は。あの人は今どこに。どこ行ったんだろう。入り口の方、こっちの入り口の方まで行っちゃったのかな。あんまりこっち行くと見えるんだよね。あんまり行くと見えるんだよね。自分が見えないのに向こうからは見えたりするパターンがあるので、そうなるとね、どっから撃たれてるか、どっから撃たれてるか分かんないって感じになるんでね。とりあえずこっち来てほしいな。見えるところに来てほしいですね。全然へっちゃらなんでね、人やられてもね。で、姿が見えないな。姿見えないね、やつどこ行ったんだろう。あいつどこ行ったんだろうね。完全に向こう側に回ったのかな、家の。いないね。いないぞ。いないぞというか来ないぞ。来ないね。全然来ないね。あと何人いるかだね。ラスト一人だったらもう詰めていってもいいような気はするけどね。詰めていくんならでもライフルじゃないよね。詰めていくんならね。見えないな。見えませんね。いた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 、いたわ。チャンス。あ、こっち来た。よっしゃ、やった。もういないかな、もういないかなって言って突っ込んでってまだいたらちょっとね、やばいけどね。ちょっとそれはちょっとやばいけどね。何人やった結局。1、2、3、4、もういないかな、もういないっぽいね。ちょっと行ってみましょうか。待って。念には念を押してセーブしていこうか。まだいたら嫌なんでね。よし、セービングしていこう。まだいたら、まだいたりしてね、速攻撃たれたりしてね。アイテム復活してんのか、
カリフラワー。あ、こいついっぱい持ってる。で、ショットガン。これも、これもショットガンか。お、これは、これもショットガンか。ショットガン好きだな、お前ら。ショットガン命か。ショットガン命か、お前たち。あれ、倒したの4人かな。もっと倒したような気も。しないでもないけど。たった4人だった。ここになんか落ちてる。 M4 かこれ。 M4 ライフルはちょっといっぱい持ってるんで別にいらないかな。あ、でもちょっと待って、弾入ってるかもしんないから一応拾っとくか。もういませんかねって言って、あ、いた。いるじゃん、まだ。まだいるじゃん。まだいたわ。おバカさんがいたわ。だいぶおバカさんだね、お前。以上かな。今度こそ以上かな。ダクトテープなんか持ってるこいつ。今度こそ以上かな。もう上にはいないね。あ、ここにもなんか落ちてる。あ、これも M4 ライフ。あ、弾落ちてる。やった。お、なんかいっぱい落ちてる。あ、違う、これゴミか。これはゴミか。M4 ライフル一応拾っとく。もう M4 ライフルバラせるんだっけ。バラせないか。分解してなんか弾とか取れたらね、いいのにね。どこぞのゲームみたいね。どこぞのゲームも分解できなくなったんだっけ、今は。あ、できなくなったのかもしれないね。こっち行っていきなり誰かいたりはしないね。しないね。OK だね。はい。制圧完了って感じですかね。うん。アイテム復活してたりとかしないね。でもなんかちょいちょい物落ちてるね。ねえ。この間全部拾ったからもう落ちてないと思うんだけど、普通は。うん。よし。じゃあ中行きましょうか。中にいたりしてね。ワンちゃん中にいたりすることはあるかもね。うん。中にいたらびっくりするけど、あ、これロックされてんだ。バール持ってる俺。持ってるか。あ、待って、鍵かかってるってことは、またここアイテム同じようにあるって感じ。あ、ないな。あ、ないわ。鍵だけ復活したのか。誰だ、買い壊しやがったやつはみたいな感じで直したのかな。ね、直したんですかね。これ開かないのね。まあまあ何もないって感じですね。うん。何もござらぬ。何もござらぬ。何もござらぬね。ここにあったロッカーは持って帰っちゃったので、ないです。はい。我が家にあります。ちなみに。我が家にございます。で、ここも。あ、これ弾入ってるじゃん。どうした？弾復活したの？あ、弾復活してるじゃん。やった。で、なんかあるね。あ、ギア。地味にギア。地味ギア。これ何もないと。そう、っていうことは、このキッチンにも、キッチンにも復活してる、ひょっとして。あ、してない。あ、してないわ。してないな。期待して損した。あ、してないね。キッチンは別にないのか。あ、ないね。あ、ないわ。ないんかい。そこは復活しないのか。どういうあれなんでしょうね。基準がよくわかんないね。トイレも、まあ、トイレ前から何もなかったか。うん。じゃあ上がっていきましょうかね。うん。あそこまた鍵かかってるんだろうね。一回開けたけどね。
扇風機置いてあるけど、まあ、暑いのか寒いのかどっちなんだよ。これをつけてるから暑くて扇風機回してんのかな。ねえ、暑いのか寒いのかどっちだよって感じだけどね。まあまあ何もないですね。ここの向こうとかはただ窓か、ただの窓ですね。これまた鍵かかってるね。ですね。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、再開。帰ってきたよ。帰ってきたぜ。説得しよう。カモン。レイチェル。レイチェル、頑張れよレイチェル。なんかね、いろいろ作業とかやつらにさせることができるみたいですけど、多分あんまり使わないね。ほったらかしだろうねきっとね。多分ほったらかしでしょう、私の性格的にね。OK かな。はい、 OK ですね。じゃあ帰りましょうか。帰るとしますか。じゃあな、またな、あばよ。車で来ればよかったら帰るのめんどくさいな。よし帰ろう。帰ってきました。あの上に丸太が1個乗ってるんですね。乗せっぱだな、乗せっぱ。はい、ただいま。あ、いるいるいる、嫁、うちの嫁。よいしょ。ハロー。ヘイ。あんまし可愛くないな。あんまし可愛くないけどね。よいしょ。どうしようかな。じゃあ、君には、ショットガンでも持たしておこうか。弾一発だけあげるわ。あとなんだろう、カリフラワーでも持っとく。カリフラワーでも食べる。人参とか持っとくね。水とかもあげた方がいいのかな。まあとりあえずいいか。とりあえずそれで頑張って、頑張ってくれたまえ。特に君に何か頼むことはないと思うんだが。ねこの人どこで寝るんだろうね。外で雑魚寝かな、まだ。残念ながら部屋がないからね。君に与える部屋がないんだよ。これね、1階、2階があればいいけど、2階建てなんだけど、2階選択できないんだよね。ビルディングプレミッションマネージャー。パーミッションマネージャー。おぉ。なんかわかんない。なんかわかんないけど。あ、霧が来たよ。レイチェル、霧来たよ。霧。お前、ここは勝手に開けたりするからね、こいつらね。レイチェル、戦ってくれ。俺、上に行くわ。とりあえず。屋根でちょっと過ごすわ。レイチェルの戦いっぷりを上から見てあげよう。よいしょ。あ、入ってた、あいつ。家の中入ってたか。なんかギコギコするもんがあるかな。あ、ないか。特に作るものはないか。よっ。ちょっと待って、今ならまだ間に合う。今ならまだ丸太を取りに行くことができる。ここに丸太しまわなかったっけ。あ、しまってるね、やっぱね。レイチェル。レイチェル、霧が来てるぞ。お前、強そうだな、お前。前はね、なんか、一応ゾンビ来たら撃つんですけど、全然当たんなかったような気がするんだよね。一個も倒せなかったような気がするんだけど、奴らは。倒せんのかな、今回は。ねえ。ちょっとだけ進めてみますか。ちょっとだけ時間を進めてみましょうか。あ、待って、ノコギリがないから作れないじゃん。マジか。ノコギリないんだ、それは。ノコギリ壊れちゃってね。層が。層壊れちゃったんだよな。層壊れちゃったからね。できなくなっちゃったんだよね。できなくなっちまったんだ。
通にお前平気な顔して歩いてるけど、大丈夫なの？平気なのかお前。こいつ勝手にね、家のドアとか開けちゃうんで、それがね、ガンだよね。ゾンビ入ってきちゃうんだよね、勝手に開けるからね。ゾンビ入ってくるんだよ、お前開けるから。本当に。本気で。あ、始まっちゃった。始まっちゃったわ。ちょい部屋に行こうと思ったら、始まっちまった。今ならまだワンチャンいけるか。レイチェルどこ行った？あ、レイチェルいなくなったね。レイチェル、開けるな開けるなお前。おかえりレイチェル、おかえり。勝手に開けちゃダメだよお前。あ、待って、お腹壊してるじゃん俺いつも。あ、違う違う、ご飯食べ、ん、お腹壊したけど薬飲んだってこと？え、いつの間に飲んだの？ヒーリング、セルフヒーリング。お前勝手に出てちゃダメだぞ、レイチェル。分かってんだろうな。目が怖いんだけど。目怖くないお前。うん。ねえ。おい。勝手に出てちゃダメだぞ、お前。うん。そこへじっとしてろ。お座り。うん。そうそう。じっとしてなさい、そこでね。うん。じっとしてるっつって長いね。じっとしてる期間が長いな。こいつがとりあえず出れないようにしとこうか。とりあえずレイチェルが出れないようにした方がいいね。よいしょ。うん。よし。これでもうレイチェルは出れないでしょう。攻撃してるね、あいつ。何を狙って攻撃してんの？あ、攻撃してるわ、こいつ。何を？レイチェル狙ってんの？あ、攻撃してくるね。これ寝れないかな。さすがに寝れないか、この状況じゃ。さすがに寝れないね。ノコギリないからさ。あ、ノコギリなくてもあれか、ワークベンチとかでなんか作れるかな。釘とか作っとく。釘いるからね。釘マジいるからね。1時間ぐらい釘でも作ってるか。1時間じゃでも終わんないだろうな。あ、終わった。あ、終わったわ。終わった終わった。会いたい。レイチェルいなくなったかと思った。いなくなったかと思ったじゃないかお前。この全く。よし、じゃあまあゾンビの死体でも漁って、今日はその辺で、この辺でやめときましょうか。ちょ邪魔なんだけどお前。邪魔なんだけどレイチェル。よいしょ。ここにね、こうここに乗せてあったんだけど乗らなくなっちゃった。乗らなくなっちゃったじゃん。よっよっ、スポッ、あ、来た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 。よいしょ。あ、オッケー。あー、燃えてるね。あ、何も持ってないじゃんこいつ。しょぼ。自分で倒さないとドロップしないんですかね。自然に死んだやつはあんまりドロップしない系なのかな。うん、ということなんですかね。これあと何がいるんだっけ。あ、釘か。じゃあもう完成するじゃんこれ。あ、違う、なんかハンマーがないのか。あ、ノコギリが。そうだよ、そうがないんだった。そう。はい、そう。そうなんだよ。ノコギリ作んなきゃいけない。ノコギリ作るか、作れるかな。何で作んだっけ。どれだっけ。あ、違う、ノコギリここじゃないな。ノコギリこっちか。ワークベンチか。ちょ、邪魔。レチェル邪魔。
これだ。作れるね。作るか。ちょっと待って。スクラップ。あ、板。もうちょ、板がさ、だって。ちょ、待って。板はさ、ノコギリないと板作れないんじゃなかった。ソーマシンがいるってこと？ノコギリないと板作れないんじゃなかったっけ？だよね。あ、これでやれって話か。あの、歯切れで作れという。あ、持ってた。素晴らしい。持ってた。あれ、ちょっと待って。よいしょ。どれだっけ？これだ。あれ？スクラップ今持たなかった俺。スクラップあるよ。あ、1個しかないのか。あ、6個いるのか。あれ？今取らなかったっけ俺。これ、6個。よいしょ。これでいい。これで OK？ よし、OK。え、ちょっと待って。喉乾いたりなんだ。なんだかんだしてるけど。なんだかんだしてますけど。お腹空いたり、お腹空いてるね。もうでもこう、これね、干し肉お腹壊すんだよね、やっぱね。うん、あんまり食べたくないね、干し肉お腹壊すからね。干し肉のせいじゃないのかな。その辺ちょっとよく分かってないんですけど、干し肉食うようになってからなんせお腹壊すね。今ねめっちゃ壊してるけどね、今。お腹痛い痛い状態だけど。はい、これで完成するかな。 OK。 で、隣はちょっとあそこのはしごがはしご使えなくなったんで、隣ははしご付きのやつにしましょうか。うん、よし。じゃあその辺はまた作っていくとして、まあとりあえず今日はこの辺で終わっときましょうか。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、 Twitter のフォローもお願いします。オオカミさんでございました。またね。